皆様ステイホームな日々をいかがお過ごしでしょうか。とにもかくにも安全第一ということで、動画を完全にリモートで作ってみました。メイキング班が取りためた素材の中から厳選した山下ふ頭にガンダムの骨ができるまでを追ったタイムラプス映像をお届け。リモートでご参加いただいたのはこちらの3名。会社を辞めちゃったテクニカルディレクター石井さんと、ガンダムドッグの現場監督草壁さん、そしてハンマーは仮組現場に置いてきたでおなじみ我らが現場を関さん。見ててワクワクしますよね。なんかこう1ヶ月ぐらい入ってないんで久しぶりに見た感じですけど、チーム力じゃないですか、ワンチーム現場の山下ふ頭、実はここまでできているんです。動くのかガンダム、夢への挑戦。特別編ステイドッグステイホーム、タイトルもキープディスタンスでお届けします。まずはこちら、18メートルの実物大ガンダムを格納するガンダムドッグ。それでは早速皆さんと組み上がる様子を見ていこう。 G ドッグ組んでるとこってあんまり見てないんで面白いですよね。見ててワクワクしますよね。なんかこう草壁さん、ガンダムドッグができるまでどれくらいの期間がかかりましたか？実際に G ドックの工事自体からって考えますと、まあ基礎の杭なんかを入れてですね、1,2,3,4,5,6,7,8、 約8ヶ月かかってますね。どれくらいの方が関わっていたんですか？あのピークはやはり200人ぐらい入ってたと思いますね。今回初めてちょっと我々もやるような建物でしたので、建物というかね、まあ、工作物なんですけど、こういったものの経験がないんで、どうやってやっていいのかがやはりわからないんで、いっぱい意見があるわけですよ。その中でこうどれを採用するかっていう決めるのがやっぱり一番難しかったですかね。約8ヶ月かけて作ったガンダムドッグがこちら。まさに格納庫、秘密基地みたいだ。次はガンダムを支える G キャリア。これは G キャリアの下半身、ガンダムの足元を支える台車フレーム。 G キャリアの中でも大物パーツ、ガンダムと直接つながる固定マストが山下ふ頭に到着。これが完成した G キャリア。ガンダムのことしっかり支えてくださいね。ついにガンダムの骨の組み立て。ここからは現場を関さんにも見てもらいましょう。関さん、リモートなんで聞きますけど、現場をって呼ばれてぶっちゃけどうですか？あの、全員にからかわれてますけどからかわれてますけど、かなり大丈夫じゃないですか？大丈夫、なんかギリギリセーフって感じだけど、怒られなかったから OK。 しかし現場を順調でしたよね。いや、順調に行きましたよね。順調すぎるぐらい順調に行きましたよね。3日間ぐらいですよね。3日かかったんだけど、4日目っていうのは遊んでましたからねこうやって見ると一瞬ですよね。この辺っていうのはやっぱりこの計算され尽くしてですね、作ってるものだなっていうのをちょっと感じましたね。しかしそんな簡単な作業でないことは僕らが見ても分かります。現場を正直、組み立てで一番何が大変でしたか？あの風ですね、やっぱりね、風がね、巻くんですよね。右からだけ、右から吹いてんのかなと思ったら左から来るみたいな、どうなってんのこの風みたいな。石井さんどうですか？メカとしての組み割らしは3回目になるんで、組み立てとしては、まあ、そこら辺容量もだいぶ出てきてるのかなっていうのは印象しましたけど、でもまあ早かったですよね、想像よりも。プラモデルを作ってる感覚でこうできていくっていうのがなんか楽しいですよね。石井さん、現場で何が一番印象に残っていますか？印象に残った出来事、結構あのフレームも外側に減速機とモーターがついてるんで、足のあのそのまま吊ると重さの関係で少しだけ外が下に行くんですよ。
仮組みの時も大変だったんですけど、そこら辺こう釣り方とかを結構斜めに釣ったりみたいな感じで少し工夫をしてて、ねじる方向にすごい位置が調整しやすいようにしてて、そこら辺はおおと思って見てたりとかしましたね。今回チームがなかなか編成が良くて、うちの方も皆さんやっぱりプロフェッショナルなんでチーム力じゃないですか、ワンチームキャリアについてるカメラが面白いですよね。なんかドックの方が動いてる感じで。ガンダムの骨の組み立てもいよいよ大詰め。ついに山下ふ頭にガンダムの骨が組み上がりました。ガンダムドック G キャリアとの組み合わせ半端ねえ。でも心配なのが、こんな状況ですけどガンダム動きますよね。もちろん予定通り動かすつもりでいますので、そこは楽しみに待っていただければと思います。夢を与える仕事を今やってると思ってますから、子供たちとかね、皆さん見ていただきたいなと思ってます。動きますよ。今はドックの中でステイホームしてるだけです。ガンダムもガンダムの骨も一旦はガンダムドックにステイホーム。大変な状況だけど、皆さんもお家でガンダムが動く日を楽しみに待っていてね。